てられそうだ。逃げられんぞ。友人も取れた。ベル捕まった。ベル、プラン B で行く。ガスを放て。降伏しなければこいつを殺す。ナセの中庭に来い。ヘリコプターも用意しろ。後ろと先が空いてる。エレベーターを降りたらまっすぐ中庭を目指せ。ベル、爆薬の用意だ。行くぞベル。
絡を待っていました。モスクワで大騒動を起こしたな。収穫はあったか？アドラーは潜伏工作員のリストを手に入れました。ギリギリでしたが、あいつには度胸がある。ベルはよくやった。そのようで。だがあのチームはあまりに楽観的だ。全て把握しているかのように振る舞っています。だろうな。潜伏工作員の一人がグリーンライト作戦に関係していることが分かりました。セオドア・ヘイスティングス。ソルトレイクに住む原子力技師です。その男がペルセウスの工作員か？おそらくは。すでに監視を行っています。奴からたどればペルセウスにつながるでしょう。いよいよだ。最近のヘイスティングスの動きによってここにたどり着いた。キューバだ。アメリカの裏庭だな。キューバの片田舎にある政府施設がペルセウスの活動拠点になっている。核を隠すにはもってこいね。カストロが協力したんだ。俺より先に奴を倒せたら20ドルやるよ。うん？カストロかペルセウスか、どっちでもいい。この核をアメリカに持ち込ませるわけにはいかない。今こそペルセウスを葬り去るぞ。全員やり残したことは片付けておけ。任務が始まれば後戻りはできない。ウッズ、あまり気楽に考えるなよ。ああ、アドソン、俺がいるんだ。心配するな。どうした？話しておきたいことがあるの。話せるか？二人で。行けるか？わかった。行けそうだな。ああ。ソルトレイクを離れたヘイスティングスはキューバへ向かった。ペルセウスが核を運び込んだんだ。それをアメリカに持ち込むためにカストロが協力しているはずだ。つまり奴も兵器を目にすることになる。そうはさせない。計画は？最後にヘイスティングスが確認されたのはハバナの南50キロの地点だ。ペルセウスの核はその廃墟に隠されていると睨んでいる。秘密裏に動いているから警備も相応だろう。突入して奪えばいい。パラシュート降下し核を取って空へ持ち帰る。核がなかったら？必ずある。ペルセウスがヘイスティングスをキューバに行かせたのは起爆を可能にするためだ。そういうわけだ。移動中にハドソンが脱出の手配をしてくれる。準備ができているなら出発しよう。アドラーが遅れてる。私たちが早いだけ。アドラなら多分そろそろ。パーク、位置についた。了解。側面に移動する。全チーム迅速かつ大胆に行け。ヘイスティングスを探し確保回収後脱出だ。撃つ。やってくれ。待ってました。ゴーゴーゴー。前進する。ベル、ここは任せる。そう来ると思ったぜ。カバーに向かう。全チーム参加しろ。メインゲートに向かう。ライバー前方にいる。どうする？
俺たちはロビンを抑える。了解。散開しろ。核を探せ。監視カメラが設置されてる。あれで核を探せば。分かった。見てみよう。しないで。コンタクト。みんな大丈夫？ベル、地雷を探して。Thank you.
メイソン、カウンターの陰に一人。ありがとう、パーク。続けて。そこ、止めて。アドラー、核兵器を発見。まずい。誰かが科学者を殺してる。2階の27の B。2階の部屋、中央へ、上の階に向かって。そこで合流しよう。あらわざね、効率的だけど。俺に目が釘付けなんじゃないか。ベル、C4 を使って。アドラ、2階に移動する。足止めされた。先に行ってくれ。¡Protejan el laboratorio! ¡No lo detenemos!27の B、アドラ、部屋に入る。ラザー、ドアを。任せろ、パーク。ベル、部屋を調べて。ヘイスティングス、何があったの？ペルセウスがここにいた。私たちを撃って逃げていった。ペルセウスが核を置いていくはずはない。起爆コードを解析させられていたんだ。奴はグリーンライトの正義を手にした。え？まさかヨーロッパにある他の核も爆破できるっていうの？本当にすんない。ヘイスティングス、しっかりして。ペルセウスはグリーンライトニュークを何発起爆できるの？全部だ。一発抜かず。ヨーロッパ全土。そしてアメリカに責任をなすりつける。ペルセウスの野郎を探し出す。おい、もう行くぞ。コンタクト、ヘリが接近。ペルセウスに違いない。全チーム屋上に向かえ。アドラ、敵の増援が周りを取り囲み始めた。どいてくれ。グレネード。アドラ、ターゲットがいたぞ。南屋上、おそらくペルセウス。
ランドチームだ。こちらが見えるか。ブランドチーム、そちらを捉えた。アーネスを締め、腕を組み、風上に背を向けておけ。到着まで2分だ。ワンダウン。ザーバースト射撃に切り替えて。敵が死んでいくぞ。やっぱりこの後一杯飲みに行こう。からかんなよパーク。あなたの好きな薄いビールは嫌だけどね。ジンがいいわ。構えろ。集中して、こうしましょう。これが終わったら、私がおごる。急に役が出てきたぜ。ブランドチーム、こちらスカイフ。そっちは厄介なことになったな。手伝おうか。スカイフ、ぜひともお願い。了解だ、支援を。脱出を。ベル、援護するからハーネスをかけて。ゴー。もう時間がない。急いで、飛行機が来る。もう時間がない。ブランドチーム、そちらとの接触まで10秒。ハーネスに届かない。7、6、ベル、早くしろ。失態だったな。確かな情報に基づいて行動すべきでした。情報を求めてことを急いでしまった。ベルの過失だと思うか。さあそれはどうでしょう。分かるのはペルセウスが核を持ってることだけ。何十発もない。何百万人も死んでアメリカは責任を問われるだろう。お前は被爆信号の発信地点を突き止めるんだ。しかしもう時間がありません。ベルに聞けばいいさ。ベルだってこの科学実験は失敗に終わったんです。まだアドラーを外すんじゃない。あの男に奥の手があるはずだ。よし、もう少しだ。シムス、担架を頼む。
ベル、これで仮一つね。まったく。犠牲になったラザーのためにも失敗はできない。あなたにはもう一度頑張ってほしい。頼りにしてるわ、ベル。シルさん、投薬の用意をしよう。全部だ。アドラ、貴重な時間を無駄にするな。こいつはもう役に立たない。ベル、しっかりしろ。お前がペルセウスを止める鍵なんだ。あなたしかいない。中途半端はやめだ。脳内投与を始める。それは発作を引き起こすし、命を落とすかも。目から通すのかよ。本当に大丈夫か。記憶はすぐに始まるはず。ベル、聞こえるか。思い出すんだ。もう一度俺たちがベトナムにいた頃を、始めたことを終わらせるぞ。俺たちには使命があった。